院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博士先生。説明会随時開催中、お問い合わせはお電話で。歯ぎしりは実は子どもたち、特に11歳までの間においては非常に一般的な癖です。それはよくある、実際に頻繁で正常な行いなんですよね。正常な行いなんですね、はい、それが深刻なすれや痛みが眠れないなどを引き起こすときには重大な問題になってきます。はい、それでもヘルスケアの専門家は必ずしも歯ぎしりの治療には賛成しませんね。そうなんですね、うん、完全に原因が理解されてないけれども、精神的なストレスの兆候として行っているとされているんです。なるほどね、うん、子どもたちは無意識に人のいろいろな癖を受け入れやすい。爪や頬を噛んだり、はい、栄養に関係なく吸ったりしますよね。はい、ありますね、はい、パラファンクションは奥手にいる時に歯をクリンチングしたり、はい、つまりギュッと噛み締めることですよね、はい、がグラインディングをしたり、つまりすることですね、はい、で、まあ、そういうのをしばしば無意識に行います。ですから患者さんにあなた歯ぎしりありますねって言うと、はい、いや私歯ぎしりしてませんって言いますよね。あ、無意識だから。あ、無意識だから。あ、なるほど、うん、特にストレスを感じた時が、はい、強烈に集中している時に起きますね。あ、分かる気がします、うん、子供がそれに気づいていれば歯ぎしりを止めて治すことはできますよね、うん、できるんです。一方で眠っている子は歯ぎしりを意識的には止められませんよね。寝てますもんね。そうなんですね。健康な幼児において前歯が生えたすぐ後に眠っている時の歯ぎしりが1歳ぐらいで一般的には始まるんです。早いですね。早いですね。幼い幼児においては歯ぎしりは噛むことをコントロールする神経筋システムの未発達によるのかもしれませんね。そうなんですね、うん、お子さんの習慣が心配でしたら遠慮なくクリニックに来てくださいね。はい、大口先生ありがとうございました。はい、皆さんの質問を受け付けております、はい、どうぞお気軽にコメントをください。噛むことはあなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、クローブ、甘草の5種類です。はい、以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい、どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。からホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。なお、こちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい、医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい、この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらの
ドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい。骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博士先生。説明会随時開催中。お問い合わせはお電話で。